パーリ語で先とは、特定の物事を心に留めておくことである。日本語では、念や、気づき。英語では、マインドフルネスなどと表現する。簡約で念。仏教の実践において、少年とは、八聖堂の一つとして重視される。正しい念は、37、未知品の中の4年中などにおける念とあるように、基本概念の一つである。 対象に執着あるいは嫌悪などの価値判断を加えることなく中立的な立場で注意を払うことを意味し、仏教における瞑想の基礎的な技術の一つであり、念を深めると心が固定され、何事にも惑わされない定めの状態に至るとされる。八制度を示した法理念は五根という修行の根本となる五つの能力の一つであり、心に維持する能力を指す。 神座部仏教のテキストでは、念以外は、その力が強すぎても、修行の妨げとなるため、それぞれの力が、均衡に働くことを、瞑想修行を通して目指していく。念はそういった妨げとならないので、強ければ強いほどいい。大乗仏教においても、信仰と知恵、努力と善定などは体であり、その力の発達には、均衡が必要である。 神座部のビパッサナー瞑想において、心の状態や体の行為など対象を念じるという時には、五根という五つの能力を働かせているものを指している。また、大乗仏教の禅定の実践においても、禅定の完成のためには、普段の注意深さによって対象に集中する状態を確保することで、ゆえに完全な注意深さである少年となる。失言とは、 この注意深さに欠けた状態であり、少年に対立する。相応部においても、年はあらゆるところで役立つものだと説かれる。和辻哲郎は、原始仏教の実践哲学にて、少年とは、かかる、まさしき千年失中だと記している。あらゆるものへ移っていくという心の散漫な動きを自覚することができるようになる。気づき、心に留めるという訓練は最も基礎的であり、 自分の呼吸を観察するのが一番基礎的で最適だとされる。持続的な訓練によってより小さな努力で行えるようになり、最終的には自動的に行うことができる。その特定のことに執着したり、嫌悪の対象として押し戻すように対峙するのではなく、中立的な状態で価値判断を加えることなく、意識を対象物に止めておくことである。また、 常に意識を対象物に止めることで、意識の対象物に対する注意が途切れるということや、他のことに気が迷い別のことに意識が向かうこともなく、立つ時間を忘れるということもないとされる。念が深まると意識が完全に固定され、動かなくなる定めに至り、三枚の境地に入る。この三枚の境地は、高越感が伴い、釈迦は出家後に、 当時の数々の聖人のもとで修行した時には、この年、ただし、三枚を非常に短期間で習得している。ただし、釈迦は、この光悦感が、どれほど光悦であろうとも、最終的には、その光悦は一時的なものに過ぎないと知ることにより、釈迦これらの聖人たちの下から離れて自ら苦行の、道に進む。最後に、この苦行にも見切りをつけて、 菩提樹のもとで瞑想するにあたり、まず最高位の三枚の境地に入った後、定の状態から、その意識を神羅万象の変化に向けることによって身を得て、釈迦は悟りに至っている。止めの意識の対象は四十ほどにあたり、息などの生理現象などから、仏、法、僧や戒、神々、また記者することを心に浮かべて、それに集中することも念という。例えば、 仏つを心に想起して、これに集中することは、仏つ随年あるいは念仏という。これらの六つの念じる対象を、特に六年どころと呼ぶ。チベット仏教では、止めを先に実践し、最高位の状態へと至ってから、漢の修行に入る。漢を実践するだけであれば、途中の段階の止めの能力にて実践することができる。 対して近年で特に欧米で広く広まったヴィパッサラーでは、この年の対象を40ほどの様々の伝統的な対象物でなく、最初から物事の変化に向けるため、念を深めて手に至っても3枚の境地に入ることはできない。また、念の対象を常に変化する現象に向けるため、変化に連続的に気づくという意味となるが、様々の場合は対象物が固定されているので、 気に留めるあるいは意識を固定するという意味で、念ずるが適切なわけとなる。念の途中で気づくたびに三枚から抜けてしまうという意味では、念のわけとして気づくは適さない。ビパッサナーでは、先とは今の瞬間に生じるあらゆる事柄に注意を向けて、中立的によく観察し、今、ここに気づいていることであるとされる。このような感業に至る境地と止め行により至る、 境地の違いが現れる。念は基本的に瞑想中にするもので座禅、金品立禅の最中に行う。また掃除や皿洗いや裁縫などの日常生活の簡単な動作そのものを念の対象とすることもある。これから最終的には仕事中や会話中などの日々の生活において複雑な作業をしている時でも常に念を行えるようになるとされる。 英語のマインド、フルネスは1900年にイギリスのリース・デイビスがパーリ語のサティを英訳してから使われるようになった。仏教とも英語ではマインドフルネスという言葉を使う。生き方としてのマインドフルネスには2500年の伝統があるが、このマインドフルネスを欧米では近年に入り健康管理に応用している。西洋の心理学におけるマインド、フルネスは 仏教におけるものを反映しているが、相違も見られる。西洋の心理学では、体や心理的側面を研究するために、西洋の世俗的な文脈で解釈しているが、仏教では、苦しみの性質とそこからの精神的な自由を目的とした実践である。1979年には、ジョン・カバット・ジンが、頭痛患者の治療にマンドフルネスの実践を統合し、 マインドフルネスストレス低減法と呼ばれることになる。カバットジンは1970年代初頭にはマサチューセッツ工科大学にて分子生物学の博士号を取得し、禅の死による瞑想についての講義に参加しその日に瞑想を始めた。カバットジンが2012年に日本に訪れた際、基本理念は道元禅師の相当集だと述べている。MBSR は カバとジンの下で学んだウィリアムズとシーガル、ティーズレールによって、マインドフルネス認知療法へと発展し、うつ病の治療のために応用され、他の健康の問題に対しても、迅速に広まっていった。以上二つの療法は、マインドフルネスの訓練に基づいたものであり、マインドフルネスの訓練を組み込んだものには、弁証法的行動療法がある。ありがとうございます。